秘密の地下道の戦い。あ、失礼します。なぜここにマヌエラ先生が。マヌエラ先生、しっかりしてください。マヌエラ先生、怪我してる。ああ、だがまだ息はあるようだ。急ぎ手当てを。あれ、マヌエラ先生の手、何かを指し示してるみたい。あ、棚の後ろ、人が通れるくらいの穴が開いているな。隠し通路か。あ、マヌエラ君ではないか。これは何があったというのだ。早く彼女を医務室に運ぶのだ。君、ぼさっと見てないで手伝いたまえ。わかりました。先生、すぐに戻る。ねえ、これってフレンの失踪とも関係あるのかな。そこの穴はどうする、先生。行くしかない。いや、騎士団呼ぶのが結構筋だと思うけどね。一刻を争う、行こう。うーん、奥は暗そうですけど。松明とか持ってないんですけど、帰るか。私からアンは暗いところが嫌いだものね。でも大丈夫、先生も私もいるわ。奥で物音がしたな。確かめるなら早くした方がいい。きっとなんとかなるわよ。行きましょう先生。あれ、ディミトリーは帰ってくる前に行く。何この部屋。あ、また誰か倒れてます。奥に誰かいるね。一人はフレンのようですね。ですが、もう一人は。先生、奥から誰か来ます。あのカマ、前に性病を襲った騎士。貴様、あの剣も死ぬは俺か、貴様か。地獄の舞踏を楽しもう。行く。いや、これなんか全員でボコすよ。暗がりとか関係ない。だってこんな、え、なんか強そう。炎帝兵、炎帝兵。いや、待ってめちゃくちゃ広くないか。ズームアウト。宝箱、あー、あるね宝箱。まずここと上の方か。扉があるね。25ターン経過。またそういう系。いや、どうする。よし、じゃあこれで戦闘開始しましょう。死神騎士の撃破。死神騎士以外の敵の全滅。25ターン経過で負け。あの死神のような騎士からフレンを取り戻さねば。そこの床、何か妙だ。踏むと何か起こりそうだな。ん？これ？ワープ床。ワープ後も行動が可能。え？これ絶対さ、これワープしてさ、ここ来て、ここ来て、ここ来て、ここじゃないの。ここはじゃあちょっとアッシュ。はい。いけねえし。頑張ります。アッシュとシルバーの。シルバー先に行こう。行けますよ。転移。あ、こっちに来るのか。この二人に任せよう。大丈夫だよね。で、ミカミックスはそのまま。ちょっと待って、ここに進軍して。出るぞ。まずはミカミックスにヘイトを集めよう。マリアヌちゃんいるじゃん。リザイア。マリアヌちゃん見たけど大して強くなかったんだよね。はい、出ます。で、メルセデスちゃん後方支援。で、ドゥドゥがちょっと今弓装備してるからな。私ですか。よし、こんなもんでいいや。遅い。あれ、どっから来た。あ、そうか、イングリッドもあれ装備してんのか。で、まあ、4くらいだったら大したダメージやな。1番。お、いいね。必殺ガッ勝った。
気がいい。なるほど。どうしようかな。これアッシュいったらなんか死にそうだな。この場で計略ってどうなの。あ、結構強いな。75か。一斉やり撃やろう。この一手で決める。いけー、突撃よし、これで行って待機。あ、そうか、こいつがいるから無理なんだ。そういうことね。じゃあ後ろから攻撃できるやつから攻撃していこう。マリアナちゃん、リザイア、いいね。あ、そうか、レベル上がらない。だ、減らし要因だな。ドゥドゥちょっと斧でいこう。鉄斧、まあ、基本は鉄斧で。でこいつに命中の指輪、前回手に入れたね、あれを持たせたんで、斧でも命中率は高いと思います。うん、いけます。ちょっとミカミックス上を始末しに行くか。天帝の剣はさすがにもったいない。鉄剣で何とかなる。いい勝負ができた。兵士マスターしたらちょっと中級になろう。これは扉の鍵ちょっと持ってんだけど、こいつに持たせたんだよ。でフェリックスは鉄拳だ。歯応えない。あ、そう、ディミトリーいないんだよね。普通にディミトリーなしかっていう技に。で弓兵は、まあ、1から攻撃できるっしょ。鉄槍でいきます。恨まないでください。よし、こいつも兵士マスターまであと少しだな。でメルセデスちゃんは兵士マスターしてるから特にやることはない。アネットちゃんもそのまま攻める。痛い。運がなかったな。こ、回避がだいぶ高いな。でちょっとここは待機で転移してで動く。この2人はもうちょっと戦闘に参加できないな。かといってアッシュを一人にするのはさすがに不安が残るからね。ちょっとミカミックスはもう持ち物がいっぱい、ってか基本みんな持ち物いっぱいなんだよな。こいつもアーマーキラー持たせたからね。次はまとめてかかってこい。傷薬はいらん。あ、また床があるね。進んでいかなきゃいけないのはちょっとめんどくさい。動かない敵が。あー、ここは床を踏んでいけってことね。この床自体はなんだ。回避上昇床か。だいぶ上昇すんな。回避上昇だったらあれ、うん、各所に妙な仕掛けが施された床があるようだな。魔法主体で攻めていきたいけど、マリアヌちゃんは何なんだ。いまいち分かんない。リザイアとリザイアしかないよ。あ、ライブとリブロ持ってんのか。じゃあいっか。アッシュ攻撃されるんだけど、一応シルバーも連れてっか。来たな。8とかでもダメージが蓄積するとちょっとやばい。この程度。いってさて、やっぱ魔法軍団なんとかしたいよな。フェリックスでいけるか。
鉄拳59か。あ、当たれ。俺の勝ち。これが当たらないってことあるの？クリティカルが当たらないっていうのはないと思うんだよね。じゃあアネットちゃんで行こう。でアネットちゃんはちょっと魔法でこいつを殺したい。いや一撃じゃ殺せないか。まあいいや、ウィンドで消していく。床にいるからね。でここにやってリザイア。リザイアならこっち当たるっしょ。ごめんなさい。あ、倒しちゃった。あ、でも主人公とのあれが上がるね。自分もここにいる。でも関係ないと思うんだよ。天帝の剣か。倒せるな。72か。いや、やっぱ魔法で攻めよう。メルセデスちゃんここにいて、ファイヤーは倒せる。ノーダメージ。魔法にはマジで強い。まだまだ頑張らなくっちゃ。扉の鍵、あ、もしかしてここちょっとずつ開けていく。ワープもできるけど開けてもいける。てかワープって一人しかだっていけないよね。だいぶ詰まってしまってるな。アッシュ、こっち行こう。戦技で狙えるは狙えるんだよな。狙撃、鉄弓、まあ、数はある。うわ、めちゃくちゃ下がるわ。ただ反撃も受けないから、いや攻撃だけしとこう。くらったい。無理か。これ手やりいける？あ、いけるね。やっとこう。あ、こいつで倒そう。じゃあで、ちょっとターンは終了。メルセデスちゃん、おお、すげえ、パチッ、すげえ。私の勝ちね。回避の仕方がかっこよかったな。させるか。さて、じゃあアッシュはそのまんま待機して、でこいつが手やりで倒す。すごいな、完全に上向けてさ、ピューって落ちてくる感じじゃないと。こいつも扉の鍵か。当たんないでしょう。扉の鍵って誰持ってるっけ。どうする、このまま開けてく。あ、レバーがあるな。なんかワープするとちょっと怖いな。一応自分は回復できないのか。誰かを回復させて、で自分も回復する。ミカミックスだったら、まあ、まだなんかワープした先でもやっていけそうな気がするからな。ちょっとマリアヌちゃんつけて2人で行こう。でこっちはじゃあ扉を開けながら行きますか。3部隊に分かれてるね今。よし、ちょっとミカミックスワープします。転移、どこに行く。あ、その器具は何だ。動かせるようだが。なんかいる。いっぱい出てきた。やはり来たか。ここで朽ち果てるがいい。でどうする。いいや、もうスイッチやっちゃおう。解除、ガッチャ。え、何が何がどうなった、どこがどうなった、わからん。まあいいや、転移しよう。え、こっちに来たんだけど。宝箱の場所じゃねえ、騙された。またシルバーも一緒に行っといて。で一応マリアヌちゃんじゃつけてこう。転移、あ、そっか、転移した後も動けるか。だからここに入れ、げ、左のやつ来るじゃん。そうか、弓兵だからか。まあいいや。え、ここってさ、扉開いた。あ、しまった。フェリックス回復させとけばよかった。
ちょっとヒットポイントのあるイングリッドちゃんを前線に出して、いやこいつ無理だな、いややっぱフェリックスちょっとこっちに行かないと無理だ、アネット、でアッシュ普通に攻撃しよう、鉄弓倒せる、弓の名手だな、いや、これが戦いなので、よし命中が上がってくれるのは嬉しい、扉の鍵、この程度、マリアミちゃん蜂って結構食らうよね、いや上がってる上がってる、俺との絆が上がっている、これでいいだろう、よしのマスター速さ完全に習得できたな、マリアンヌちゃんとの絆を上げる、この経験は糧になる、いいねマリアンヌちゃん、よくかわした、お、いいねいいね、これでいかが、突撃じゃあこれ本当鬱陶しい、で、あ？ワープ先がいっぱいあんな。なるほど。とりあえず倒しとこう。鉄拳でいいでしょ。賞賛はあった。マリアンヌちゃん、あれ持たせときゃよかった。傷薬。リブロってここまで届くんだ。ありがとうございます。よし、じゃあ扉使ってもさ、あこいつあれ必要ないんだよね多分、鍵みたいな店員、でれ扉の鍵持ってる人ってもういなくないか、そもそも結構必要だぞ、あこいつは、あ宝の鍵か、いやいねえな、どうすればいい、こいつが持ってる宝の鍵か、アーマーナイト、アーマーナイトだったらフェリックス警戒しろ、このままアーマーキラーでぶっ倒す、歯ごたえもない、持たせた甲斐はあった、少しは宝の鍵とか、宝の鍵ばっかりいらないな、とか輸送、あでも輸送隊から隠れるのって主人公だけか、ライブで回復しよう、ちょっとさすがに悪かった、でこいつをどうする、魔法で倒せんの、ウィンドいけるね、なんとかなったね、炎帝兵って名前はかっこいいけどね、名前はかっこいいんだけど、いかんせん鍵がない、平均的に2は使いやすいな、誰に対しても守備に攻撃ができるっていうか、マジでどうしよう、じゃあコツ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 やっていかなきゃダメ、結局どこに来るのこれ、ここに来るんでしょ、これどこに来るの、あここ、あここ、あここにもあるね、といやちょっとほんとわかんねえわ、あいつがワープしてくれれば、で最初こっから来たから、アッシュは扉の鍵開けられるから、アッシュ左の舞台に持ってってもよかったかもね、ちょっとじゃあここのワープ地点に行ってみましょう、店員、あこれでここか、
鉄拳。あ、謎魔導士。これでいいだろ。倒した。で、これは？あ、これ回復床か。え、じゃあここ意味なくね？結局回復床に出てくるだけってことだから、ここにいきなり来るのが怖いんだよね。例えばマリアンヌちゃんペーってワープさせてさ、またわけのわかんないとこに出てきても。持ち物リザイア、ライブ、リブロ、これ自分にはかけられないからな。あ、傷薬持ってんじゃん。でこいつら動かしてあるから、じゃあ結局どうすんのよ。ワープしていく、ここが開けられればな、こっちに一気になだれ込めるのに。輸送隊ってだって、ちょっと待ってね、輸送隊のあれ見れないのか、わかんねえからいいや。ターン数これで次10になるか。こっち来た、開けてくれる？そんなわけないよね。扉反対側も開きました。あ、マジでそういうシステム。おーし、じゃあ行こう。出るぞ。突っ込んでこう。いや、ここはちょっと無理だな。イングリッドちゃんはまあとりあえず大丈夫。メルセデスちゃんもまあそんなに減ってない。でも余裕。え、じゃあこいつらどうしよう本当に。宝箱欲しいよね。紋章のマークとか全然みんな一緒だからね。どこがどこに対応してるとか本当わかんねえわ。反撃可能。いいね、弓装備してるじゃん。恨まないでください。少しは成長できましたか。今のところ平均的に育って器用貧乏にはなってないからね。どっちかっていうといろんな兵種に対応できて扱いやすいという感じ。さて、じゃあ鉄拳でいこう。なんかみんな2回攻撃できるから。弱すぎるな。あ、扉の鍵ゲットした。宝の鍵こいついいか。じゃあで、射程が足りないな。応援してもしょうがねえしな。魔法防御が上がる。こいついつの間にもなんか応援できるようになったんだ。まあいいや。で、ドゥドゥがちょっと減ったから、じゃあドゥドゥはライブで回復しとこう。礼を言う。で、自分も回復。これ結構役立つな。やっとこっちの人、マリアンヌちゃんを孤立させるわけにはいかない。ここから来て、ここは行った。じゃあちょっと、上の方へ行きますか。こいつは犠牲になってもらおう。どこへ出るかわかんねえけど。知恵比べて。方向30。よし。あまりこういうの当たりたくないよな。これは攻撃、鉄槍で倒せる。イングリッドちゃんめちゃくちゃ今回活躍してるな。よし、槍火剣殺し。少しは上達した。でフェリックスも結構活躍してるよね。鉄拳すげえ、マジ強え。紋章が強いこいつの。ただちょっと前線に出すぎてるからな。減ってる。リブロで回復させよう。礼を言う。レベルアップ。オッケーオッケー。ミカミックスが大して活躍してないっていうね。アネットちゃんも減ってるは減ってるんだよな。よし、ちょっとドゥドゥを前線に出す。で、アッシュ、ここ行こう。
店員。あー、宝箱地点に来れた。もう動けないけどね。まあ、アッシュだったら宝箱開けができるんでね。最悪どこに出ると困るんだ。ここに出てももう困らないよね。ってことはマリアンヌちゃん、ちょっと試してみよう。上、あ、これここに来るのか。これで合流できたな。じゃあマリアンヌちゃんちょっとここでいいや。でここの扉でしょ。扉の鍵が必要で、アッシュは一回ここで宝を回収します。サンダーソード、これは魔力系だな。でちょっとこいつこっちに行って、よし、ちょっとドゥドゥ対で前線に出します。うわ、アネットちゃんが全然進めん。でライブで回復。ありがとう。でこっちこっち、マリアンヌちゃんなるべくミカミックスと一緒に過ごしたい。今何ターン目？14ターン目。まあまあまあまだ大丈夫だな。宝箱地帯に来たんだよね、簡単に言うと。あ、ここか。転移してえな、そのまま。無理か。これだって鍵とか持ってないっしょ。扉の鍵は持ってる。じゃあ、アッシュはこのまま帰ってきて、で、シルバンのいるところに転移しよう。で、その間に、じゃあ、あれ、扉の鍵を持ってるのは誰だ？誰か持ってたよね。あ、こいつだ。なんかすげえ狙われてんだけど大丈夫？でも敵を全員倒せば、まあ死神騎士と戦う必要はないけど、どうせだったらまあ倒したいは倒したいよね。なんか持ってそうだし、前回のやつ回収できなかったからね、倒せなくて。こいつらか。何持ってんのだって。闇魔法死欠パス欲しいやっぱり欲しい。ギリいけない。じゃあこいつ帰ろう。ここでで入れ替えれば大丈夫だよね。え、このさ、マジでさ、罠や兵器を制御する装置は？ちょっとよくわかんねえな。待ってね、まずこいつここに来る。リザイア反撃は食らわない。あ、威力がないのか。無駄。お、なんだ、遠距離でも全然あれじゃん、上がるじゃん。16 15 15 13、こうやって倒そう。鉄斧の、いやでも命中率高いのいいね、思って。よし、兵士マスターした。ちょっとなんか言えてなかったけど、兵士マスターした。でも中級のやつ取ってことはさ、2つマスターしたっていうか2つゲットしたってことだよね。あ、フェリックスちょっとガンガン行こう。このままガンガン攻める。ジョセフ・ジョースターと一緒。戦略上撤退はあるかもしれないけど、戦いそのものを放棄しない。無駄。おお、マスターした。いいね、速さと入れ替え。入れ替えとかそういうのいらないよな。では、え、どうする。ちょっと待って、まずこいつをぶっ倒そう。マリアンヌちゃんで一回攻撃をする。リザイア、よし、でひたすら開けていく。でアネットちゃんで倒せるかな。倒せるね。これマリアンヌちゃんが攻撃したから受けてない倒せるっていう状況だよね。よし、で
ちょっと待ってね。ドゥドゥをな、これの状態にして扉を開けておきたいんだけど、まあいいや、開けよう。アッシュ、宝箱急げ。君はもうレベルが全然上がってないけど、宝箱要員だ。じゃあここ行ってみよう。全員よくわかんない、本当によくわかんない。来るか、一応ミカミックスの前線には出しておくか。メルセデスちゃん、ここヒットポイント減ってる人は基本的にいないよね。16ターン、やはり食らう。ドゥドゥはねマジで防御力低い、魔法防御が。次はまとめてかかってこい。あったな、上がりか。で誰か残しとく、ミネス残しとくか。こいつの残しておくって言ってもさ、反撃で勝手に倒しちゃいそうだよね。その前に宝だけはマジで回収しとこう。行軍の指輪、これ何、移動力上昇か、いいな。サンダーソード、魔法武器1から2、うん、確かに使いやすいは使いやすいよな。ちょっとこれ輸送隊に送ろう。今はもういらない。でこいつなんか知んないけど一応行こう。でちょっとドゥドゥが死んでしまいそうだから、ライブで回復した方が回復量は多いはず。この人は動けば動くほどミカミックスも上がるしね。フェリックスでこいつをまず倒すか。じゃあ鉄拳でいけるっしょ。ほい、歯応えない。で基本的に魔法を打ってくるやつって反撃できないやつに攻撃してくるはずだから、よしこいつちょっと盾にする。一応ちょっと傷薬1個使っとくか、最後に1個で。最終的になだれ込みたいよね。魔法防御力上昇か、ここの地形は。でちょっとこいつの待機、フェリックスかな、あの死神騎士に攻撃できる位置に行きたいんだけど。OK、残り8ターン。フェリックスどう、いけないよね。でそもそもまずミカミックスがどれだけ当たるかだよ。鋼の剣プラス、死ぬな、死ぬけどまあそれなりにはダメージが通るか。いやちょっとフェリックス一回連れてきたい。まだターン数的にはあるから、これドゥドゥここに置いてさ反撃食らう、こっちからつっつかない限り食らわないかな。計略って反撃食らわないんだっけ。威力3とかマジカスだな。でもなんか防御力が下がるやつとかあんのかね。いやちょっと待機してる。でフェリックスをちょっと前線に持ってくる。でちょっとこいつもここに持ってこよう。でイングリッドもちょっと入れる位置に、でメルセデスちゃんも攻撃できる位置に。ユニットを失わないっていうのがマジで攻めてもの救いだよな。あの心置きなく死んででも攻撃ができる。これちょっとやってみよう。ガチャ、魔法床が解除されました。なるほどね、そういうこと。じゃあもういいや。貴様などに用はない。なんか防御力は上がってるはず。当たり外しやがった。ダメージさえ上がってくれれば。今なんだ、なんか左中が重い。さてこっからだな。魔法床が解除されたってことは魔法のダメージは通るってことだよね。じゃあまず2からいこう。攻撃ファイヤー、こっち反撃食らうのかよ。なんでザリエルの大釜、ちょっとこれの効果を見よう。射程は1、え、なんだ、戦技は特になし、騎士団も持ってるわけではない。欲しいマジ欲しい。なんかある、槍、毒蛇、
戦闘後最大ヒットポイント 20%。 天才、マジか、天才なんだ。距離を問わずに反撃できるとかずるくね。大小生、井戸計略のダメージも減少か。槍の達人、サイド、あ、これはまあ別になるか。殺意、自分から攻撃したとき命中プラス20。こいつの攻撃は当たるってことだな。いや倒したい、何としてでも倒したい。これは応援する必要はないから、横通る。戦技使うか。あー、これか、早期の一撃か。まあ、命中は上がるからな。鋼100、 OK。 死ぬけどしょうがない、もう OK。 前の死は無駄にしない。イングリッド、また次の戦いで頑張ってくれ。さてフェリックスも行こう。戦技、ツバメ返しとか関係ないからな。でもツバメ返し命中が高いね。鋼100、倒せるじゃん。じゃあなんか俺で倒したいんですけど。こっち行けねえ。戦技、破天とかは攻撃とかは鋼プラスでいこう。99、いけるな、倒します。さあ試合逸落を食らえ。19レベル、多いね、上がりもいい。一歩前進かな。よし、闇魔法試験パス、なんか良さそうなの。命を削れ、ゲット。もっとだ、そこまでだ。今日が過ぎるぞ死神。我が逸落の邪魔を。これからいくらでも機会はあろう。貴様の仕事は終わったはずだ。承知、再び相まみえん。いずれまた会おう。我が名はエンテ。世界をあるべき姿に返すものよ。こいつがエンテなんだね。エンテと死神騎士、なんだか物騒な見た目の二人ね。一体どこへ逃げて。あ、いえ、今は二人を連れ出すことが先決ですね。イングリッドちゃん、君のおかげだよ、倒せたのは。とにかく上へ運ぶぞ。MVP、まあ、確かに活躍はした、フェリックス。よかったわ、この子たち。顔色は少し悪いけど命は無事みたい。それにしても死神騎士ね、あの人どこかで。フレンが見つかったのか。よかった、本当によかった。そこの隠し通路の先で倒れてたんです。犯人には逃げられちゃったんですけど。仕方ない。いや、皆が無事でよかった。それが一番だ。詳しいことはまた後で聞かせてくれ。とりあえず二人を医務室へ運ぶのが先だ。は、承知しました。誰か手を貸せ。てかもう一人が誰なの。はあ、なあ、悪い。安心したせいでつい力が抜けてしまって。助けられて本当に嬉しいんだ。もちろんセテス殿ほどではないだろうがな。先生、その顔。なあ、もう一度やってもらえないか。やる、やらない、できない。ああ、いや、悪い。決してからかったつもりはないんだが、お前が見たこともないくらい嬉しそうな顔をしていたから、つい。なあ、雑談している場合じゃないな。早くセテス殿に知らせてあげてくれ。改めて礼を言う。おかげでフレンが無事に戻った。どれだけ感謝の言葉を並べても足りない。私にとって君は大恩人だ。認めてくれたか、セテス。
本当によかった。まあ本当に本当によかった。しかしなぜフレンが。女神最短の儀で姿を消した仮面の騎士が今回の実行犯、つまり死神騎士だった。そして諸々の状況を踏まえれば、奴の正体はイエリッツァと見て間違いなかろう。さらに炎帝と呼ばれる謎の人物、彼らの真の目的は不明だ。しかし実は私には心当たりがある。おそらく敵の狙いはフレンの血だ。彼女には特別な血が流れている。とても希少で危険な血がな。フレンの血の秘密を知る敵が現れた以上、我々は大修道院を出て身を隠すしか。待ってください、お兄様。フレン、お前なぜここに。まだ安静にしていなければダメではないか。私嫌です。また人里離れた土地で誰にも会えず寂しく暮らすなんて。ここに留まればまた襲われるかもしれん。それならば兄と二人つつましくのどかに。ですがどこかに隠れて暮らしたとしても見つからない保証なんてありませんわ。それなら先生や騎士団の方々がいる大修道院にいた方が安全だと思いますの。それはそうかもしれんが。そうですわ。私を先生の学級の生徒にしてくださらなくて。明暗だ。なぜ何が明暗なんだか分かんないから、なぜだな。先生がいつも近くにいてくださるならどんな敵が現れても安心ですもの。いや、俺は君のそばにずっとはいないぞ。なるほど、そうかもしれんな。セテス、お前ちょっと俺に対する評価が変わりすぎだろ。私は立場上これまで君を厳しく評してきた。しかし今は君を頼もしく思っている。どうだろう、フレンのことを頼めないか。まあやむを得ないっていうよりはまあ喜んでだな。そうか、大司教には私から話しておく。フレンのことよろしく頼む。フレンが助かってよかったな。もう一人の小娘はどうなんじゃろうな。そっちが気になるよね。あれも身なりからして士官学校の生徒のようだったが何者じゃ。白龍のスカーフ、これ何。魅力プラス2、魅力がちょっと分かんないよな。破棄するもの、ちょっと待って、破棄しなきゃダメなの。あ、輸送隊ね輸送隊、じゃこれ普通に輸送隊に送っとこう。ご苦労様でした。あなたの学級に協力を頼んで正解でした。マヌエラもフレンもそしてモニカも順調に回復していると聞いています。モニカ、モニカも生徒。今回フレンと共に保護されたモニカも士官学校の生徒なのですが。実を言うと彼女は去年の生徒なのだ。ちょうど卒業の時期に行方をくらましてな。そのため大修道院内ではなく事業への期間中に失踪したのだと考えられていた。それがまさかこんな形で発見されるとは。モニカ本人の希望もあり、体力が回復次第本年度のアドラークラッセに復帰させる予定です。犯人が逃走中である以上この件については引き続き調査と警戒が必要ですが、生徒たちには気持ちを切り替えてもらわねばなりません。来節はいよいよグロンダーズ呪術戦が催されますからな。生徒たちにとっては一生の思い出となる大切な催しです。生徒たちが全力で呪術戦に臨めるよう導いてあげてください。翌節はグロンダーズか。あっちの方には行ったことがなかったな。全然わからん。帝国も西の方じゃゴタゴタしてるが、
都のアンバルから東は安定。いや、少し前に貴族の内乱があったか。まあ大した話じゃねえ。来節は何をするの？確かに分からん。任務また任務だ。教団はいつだって人遣いが荒いが、それよりも気になるのは、何者かが俺たちの近くで暗躍してるってことだよ。女神最短の儀以降、ガルグマクの周辺でもそれ以外でも変な連中が目撃されてる。怪しい奴を調べてた騎士が死体で発見されるなんて事件も起こった。ないとは思うが、俺に万一のことがあればこの部屋の中を探ってくれ。棚の裏とかな。お前宛てのものを残しておく。うん、縁起でもないこと言うな。俺だって死ぬつもりは強いほどもねえよ。お前に笑えってのも無理な話だが、せめて真顔はやめ。おい、今笑ったか？はい、というところで今節はこれで終わりかな。第1週でなんか終わっちゃった気がしますけれども、まあちょっと続くかどうかは分からないので、とりあえず今回は切りがいいのでここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。